日本オラクル戦略製品統括本部の赤木です。このモジュールではデータベースインメモリー DML 実行時の動作についてご説明いたします。こちらがアジェンダとなります。今回は DML 実行時の動作ということで、まず最初に DML 実行の概要と動作イメージについて、次に無効な行を含む IMCU に対するクエリーの動作、次に IMCU の再ポピュレーション、最後に運用上の推奨事項についてご紹介していきたいと思います。DML の動作を説明する前に、インメモリカラムストアの基本的な構成について復習をしたいと思います。インメモリーカラムストアを利用すると、SGA 内にバッファーキャッシュとは別の領域、インメモリー領域というものが追加されます。こちらの領域は、インメモリーサイズ初期化パラメーターによりサイズの設定がされ、バッファーキャッシュには従来型の行型のデータを保持するのに対し、インメモリー領域には列型のフォーマットでデータを保持するような形になります。こちらのインメモリー領域は静的なプールとして確保され、 SGA ターゲット内の領域として確保されるため、 SGA ターゲットはインメモリーサイズに対して十分に大きな値を設定する必要があります。インメモリー領域を作成した後、表やパーティション単位でこのインメモリー領域にデータをロードすることにより、オラクルデータベースのデータベースインメモリーの機能を利用することが可能となります。列型のフォーマットでインメモリーカラムストアにデータをロードする処理のことをポピュレーションというふうに呼びます。このポピュレーション処理は IMCO プロセスとワーカープロセスによって行われ、ストレージからのダイレクトパスリードで実施されております。これらの基本的な構成については、別モジュールのデータベースインメモリー、メモリー構造と設定についてを詳しくはご覧ください。では早速、DML 実行時の動作についてご紹介していきます。まず最初に DML 実行の概要と動作イメージについてご紹介いたします。DML 実行時の概要についてです。データベースインメモリー利用時においても、更新処理は基本的に従来のと同様に処理されます。つまり、更新処理は従来通り、行型のフォーマットでバッファーキャッシュにて実行されます。ただし、データベースインメモリー利用時には、インメモリーカラムストアに更新対象の行を保持している場合があり、そのような場合には対象行の無効化というものも実施されております。またデータベースインメモリー利用時においても更新内容は従来通りの仕組みで保護されます。どういうことかといいますと、データベースの更新履歴というのは従来通りリドゥデータを使用することによって、担保され、リカバリ時には、保持されているリドゥデータを用いてリカバリが実行されるようになっております。また、DML 実行時、データベースインメモリを利用することにより、追加のディスク IO は発生しないといった点もご理解ください。次に、DML 実行時の動作で、アップデート、デリートを実行した際の動作イメージについてご紹介していきたいと思います。右の絵がアップデートを実行した際の動作イメージの流れとなっております。まず最初に、アップデート処理は従来通りバッファーキャッシュを用いて、行型のフォーマットでデータのブロックが更新されます。次に、アップデートされた情報というものがインメモリーカラムストアのトランザクションジャーナルに一時的な情報として保持されます。最後に、アップデートしたデータがコミットされた場合には、
インメモリーカラムストアの IMCU 内にある該当行も古いデータとなってしまうため、無効化の処理、インバリッド化の処理というものが行われます。つまり DML を実行した際にですね、アップデートを実行した際には従来の更新操作に加えて IMCU 内の行の無効化も実施されるといったことを覚えておいてください。次にインサートを実行した際の動作イメージをご紹介していきたいと思います。インサート処理も従来通りバッファーキャッシュを用いて行の挿入というものが行われます。またアップデートデリート時と同様にトランザクションジャーナルに一時的な情報を書き込まれます。アップデートデリートと違い、インサートされたデータははじめインメモリーカラムストア上には保持されておりません。しかしインサートがコミットされた後に新しく挿入された行はインメモリーカラムストアへのポピュレーション対象となり、2分間隔もしくはクエリ発行時に該当の行のポピュレーションというものが行われます。次に無効な行を含む IMCU に対するクエリーの動作についてご説明いたします。無効な行を含む IMCU に対するクエリー時の動作についてです。トランザクションジャーナルまたはバッファーキャッシュを用いることによって無効な行を含む IMCU に対するクエリーが実行された場合にも読み取り一貫性というものは保持されています。またインバリッドではない行についてはきちんと IMCU から読み止まれるようなアーキテクチャが実行されております。つまり読み取り一貫性については IMCU とバッファーキャッシュまたはトランザクションジャーナルの内容の結合で担保されているというアーキテクチャになっております。次に IMCU の再ポピュレーションについてご説明いたします。IMCU の再ポピュレーションというものは特定のタイミングで無効な行を含む IMCU を再作成する動作のことです。この動作は更新処理とは非同期で実施されています。実施のタイミングというのもいくつか実装されており、自動的なタイミングとしては大量の行が更新された場合、または2分間隔で動いている監視プロセスによるものという2つが挙げられます。大量の行が更新された場合の動きというものを再ポピュレーション、リポピュレーションというふうに呼んでおり、2分間隔で動作するポピュレーションのことをトリクル再ポピュレーションまたはトリクルリポピュレーションというふうに呼んでおります。また DBMS インメモリープロシージャーを用いた手動実行も可能です。こちらの再ポピュレーションはですね、表単位ではなく IMCU 単位で再作成が行われるので、不要な IMCU の再作成というのは実施されないことをご理解ください。DML 実行時の動作の最後の説明として運用上の推奨事項についてご説明したいと思います。まず最初はデータロード時の推奨事項についてご紹介いたします。一つ目の推奨事項は、大きな表またはデータウェアハウスにおけるファクト表などはパーティション化を実施するという点です。こちらのメリットは2つあります。一つ目が、パーティションエクスチェンジを用いてデータをロードする際には、メタデータのみの更新変更が行われるため、元表をポピュレーションした
状態でパーティションエクスチェンジを行うことにより、パーティション表に組み込む際にポピュレーションされた状態で組み込むことが可能になるという点です。2つ目のメリットは、 DML による物理的な更新範囲を狭めることが可能という点です。例えば機関によるレンジパーティションによる分割を行った場合、特定機関の業に対する更新はそのパーティションの IMCU のみに限定されるため、再ポピュレーションの範囲を限定することが可能となります。これら2つのメリットについては後ほど、図を用いてより詳細に説明したいと思います。もう一つの推奨事項としては、大量データのロード時にはダイレクトパスロードを実施するという点です。ダイレクトパスロードを実施することによって、常にハイクォーターマーク以降にデータが挿入されるため、1ブロック内に挿入される行数が多くなります。そのため同時に挿入した行は同じブロック、同じ IMCU に格納される可能性が高く、再ポピュレーションの範囲を限定することが可能となります。次に更新処理時の推奨事項となります。2点あります。1点目は、頻繁に更新される表の圧縮レベルを 4DML に設定するという点です。また2点目の点としては、インメモリーカラムストアを使用することで不要となる作品を削除するという点です。インメモリーカラムストアを用いることによって、データウェアハウス系のクエリー用に用意した作品というものはを用いずに、速いパフォーマンスを得ることが可能となります。そのため、不要となった作品を削除して、OLTP の性能改善というものを検討してみてください。本日ご説明したように、インメモリーカラムストア使用時には更新処理を行った際、従来と比較してオーバーヘッドというものが必ず存在します。そのため作品を削除することによって、インメモリーカラムストアに対して OLTP 処理を行った際も OLTP の性能改善というものを図ることができますので、ぜひご検討ください。また注意点として、インメモリカラムストア上の表への大量更新を行う場合には、必ず事前にテストを実施するようによろしくお願いします。最後に、パーティションエクスチェンジの話と、パーティション化をした時のメリット、更新時のメリットについて、図を用いて簡単にご紹介していきたいと思います。こちらのスライドはパーティションエクスチェンジの流れを説明した絵となります。5月15日のパーティションにデータを挿入する際にですね、一時的な非パーティション表テンプセールスを用いてパーティションエクスチェンジを行った例となります。従来型のパーティションエクスチェンジとの違いは、3番目にですね、一時的に作ったテンプセールス表を、インメモリー属性を設定し、インメモリーカラムストアへのポピュレーションを事前に行っているという点になります。事前に元表をポピュレーションしておくことによって、4番目のパーティションエクスチェンジを行った際に、ポピュレーションされた状態で5月15日のパーティションを、セールス表に組み込むことが可能となっています。次に、パーティション化による、更新範囲の縮小のメリットについてご紹介したいと思います。こちらのスライドは非パーティション表に対して、5月15日のデータを更新した際の、影響となります。非パーティション表の場合には、5月15日に紐づくデータというものが、表全体に分散されてしまっているため、該当行を含む IMCU 数も多岐にわたってしまうという恐れがあります。次に、こちらがパーティション表を使った場合の例となります。パーティションごとに IMCU が作成されるため、
5月15日のデータを含む IMCU というものも最小限に特定することが可能となります。つまり5月15日のデータを更新した際に更新される可能性がある IMCU 数も削減することが可能となります。DML 実行時の動作のまとめをさせていただきます。まず最初に、基本的に DML 実行時の動作は従来と同様にバッファーキャッシュを用いて行型のフォーマットで実行されることをご説明いたしました。また、インメモリーカラムストアに更新対象行を含んでいる場合には、該当行の無効化処理も実施されることをご説明いたしました。次に、インメモリーカラムストア内のデータが更新された場合でも、クエリの結果が常に最新の値となるような読み取り一貫性を担保するアーキテクチャが実装されている点をご説明いたしました。最後に、インメモリーカラムストア内のデータが常に最新状態に保たれるように、IMCU の再作成、再ポピュレーションというものが自動で行われる仕組みを持つといった点についてご説明いたしました。以上がまとめとなります。以上、データベースインメモリー DML 実行時の動作についてのご説明いたしました。